うん、まあ、なんか宇宙に行って帰ってきたものこんな自分たちの手で触れるって、うん、なかなか、まあ、物弱に言いますけどないですし、宇宙に行ってきたものをこれからなんか電子単体を見れると思うとちょっとワクワクしますよね、うんうん、はい。まあ、実際こうやって宇宙に飛ばして、で実際データ取ってですね、またそれがこう返ってきて、ひとまず一区切りついたというか、まあやってきたかやったなという感じです。思ってたよりも全くこう状態が変わってないというかですね、まあ、綺麗な状態だったんで、まあまあ、見てる側としてはこう宇宙行ってきて帰ってきたんだから、なんかこうね状態変わってたらこうより値打ちが出るような気もするんですけど、まあ、とはいえ変わってないのがこう今後使っていく上では大事なところなので、まあ、それが確認できてくるとよかったなと思います。ですよね、ずっと運用してて、そのデータも見てるんですけども、今のところその顕著な劣化っていうか、まあ、ほとんど劣化は見えてなくて、強い宇宙にも強い電池だなっていうのを実感してますよね。宇宙で実際使おうと思うとですね、もうちょっと高容量の電池が必要であったりとか、あと、まあ、エネルギー密度って言いまして、ある一定体積とか一定重量で、どんだけエネルギー詰め込めるかっていうのがあるんですけど、まあ、それをもっと上げないといけないっていうところであったりとか、まあ、性能向上をさせていく余地がまだありますので、まあ、そこをしっかり取り組んで、実際の機器に適用できるようにっていうことで、まあ、取り組んでいきたいと思ってます。探査部的にいいメッセージとしては、やっぱり日立造船さん、もともとは宇宙事業ってやってなかったんですよね。っていう、もう日立造船さんがその宇宙向けにいろいろ頑張ってくださって、まあ、実証の運用も日立造船さん自分でコマンドを打ったりしてますし、まあ、今後、やっぱり民間企業さんがどんどん入っていくことが宇宙産業の広がりにとても重要だと思うんですけども、まあ、こうやって一緒に実証していけたことで、まあ、今後、もっと日立造船さんも電池以外の分野に進出していくかもしれないですし、なんかそういう期待が高まったのかなって思います。まあやっぱ宇宙って最後のフロンティアって言われてますし、で衛星コンステレーションみたいな形でどんどん衛星も打ち上がっていくということで、宇宙ビジネスが今後ますます盛り上がっていくっていうところと、まあ、日本でも国としてもそこ力入れていきましょうということになってますので、弊社としてもまあその波に乗ってですね、まあ、ぜひ宇宙で事業展開していければと思ってますし、まあ、やっぱり我々担当者としてもこう JAXA さんと一緒に仕事やってますということであったりとか、宇宙に関わる仕事してますっていうのがすごくこう夢があるというかですね、というところもあります。やりがい持ってやってますので、はい、まあ、そういうのも励みにしつつ
今後頑張っていきたい。